はい、始めます。はい。よし。また後ほど。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ始めますよ。はい。あ、待ってください。はい、30分からスタートでお願いします。はい、はい、はい。10秒前。はい。今のチームは良かったね。5、4、3、2、1。デジカプリカフェ、はい、ラジオまた始まってしまいました。はい、どうもどうも、マスクマン、ハピワンと社会の問題児です。おはようございます。おはようじゃないよ、日曜の夜8時だよ今。こんばんは。はい。間違えた。はい、日曜の夜8時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。とうとうこの時間やってきました。デイチャーコルビーカフェ、あ、違うか、もっとデイチャーコルビーカフェだっけ、もっとだね、はい、ということで、はい、先週に引き続き綾乃さんゲストに来ていただいてます。光栄なことで、さっきから2分も経ってません。はい、はい、まあ、先週はねちょっとね、子供たちがなんかすごくこう心が疲れていて、児童精神科っていう外来が増えてきていて、なんか入院病棟もね、なんか増えるような感じで、子どもたちの その心そのものがっていうところをちょっと気になっている綾乃さんがこういらしてて、でそれに対してなんで子どもがこんな風に心がこう弱くなってきたのかっていうことを、今週はマスクマンが専門家の視点でね、いろいろとこう紐解いていくと。あ、そうなの。いうことで、あれじゃないですかね。子供たちの心が弱くなったというよりも、現代社会がより責任転嫁をしだしたんじゃないですかね。というと、だから今の社会は責任の所在を追求するっていうか、そのなんていうか、お笑い芸人が、まっちゃんがいらなくなってきたっていう、そのだんだんなんかその芸人で、ノンスタとか、ちょうどいいぐらいの話題が許されるっていう、そのノンスタとか、なんか過激な話題が許されないっていう時代らしいんですよ、今。ホワイト化社会っていうらしいです。コンプライアンスっていう言い方もするけど、そういうふうな、その世の中をびっくりするようなことを求めないっていう、Z 世代とかも言い方もあるよね。だからそういう刺激なものを排除するっていう問題がある。マスクマンみたいな人、激しく同意みたいなのはやめておくれよな。まあ、つまりそういう反社会的なことを自ら制御するっていうのが当たり前っていうので、でそういうふうに子どもたちで発達障害と呼ばれるような問題行動を起こす人を排除する、その発達障害だっていう認定を下ろして、でそれで隔離して病院と病気として認定して保護しますよっていう形で隔離してるんですよ、社会が。追いやってるわけですよ、端っこにこの問題のある人をっていう、ここ図式だと思いますよ。あ、だから端っこにいるの今。そう、端っこクラブ。大変だ。ということで、今回はそのお話を、さらにマスクマンが最近得た情報をね、ちょっとみんなで共有しながら少しこう紐解いていこうかなと思ってるんですけども、今日マスクマン、ちなみに皆さんにお裾分けしたい情報っていうのは、情報っていうか、昨日2日前買ってね、あ、これか、ドーパミンのっていうのが面白くてね、ドーパミンの、アンナ・レンブケっていう精神科医の方の人の本でね、スマホのアントン・ハンセン氏が絶賛っていうような感じで、元いた頃、これか、ドーパミン中毒、脳じゃねえじゃねえか。全然間違えた。タイトル変えたね。で、まあ、どんな感じなのそれは。まあだから、まあ、スマホとか、刺激の多いもの、まあ人間は外界の刺激によってドーパミンを得て、脳内物質で快楽係数を得て、でこの快楽に依存してしまうと、
で、あの例えば炭水化物っていう糖分とかそういうので快楽を得て、うん、でだから肥満がめっちゃ多いですし、人間の死の第2位が今肥満だそうです。貧困とか戦争で死ぬ人はほとんどいないって今の時代。第2位なの？第2位、第1位ががん、老衰、うん、第2位でほとんど6割ぐらいが肥満だって今人間の大体ので、今マリー・アントワネットがパンを食べれないんだったらケーキを食べればいいなって言ってた言葉、うん、実際貧困層の人はスポンジケーキとか、うん、ピザとかそういう高カロリーの、うん、甘い食べ物ケーキとか、うん、スポンジケーキとか食ってるのが現状らしいですが、で今人間は豊か、物質的にはで物質的に豊かなもんだから問題のある人を端っこに寄るっていうこのもんそういう責任追及の転換みたいなのができてるのかもしれないですね。すごい今はしょったね。はしょったね。物質的に豊かで問題があって問題を解決するのが生き物の差がみたいなもんで、だから今問題がないもんだから、うん、そういう精神的なものとかそういうその人の行動とかこう言動とかそういうのを問題にして追求して、それでその問題スマホのドーパミンの衝動中毒っていうのもドーパミンを消費してるわけですよ。そういうふうに問題を追求することによって、うん、っていうことの表れの一つかもしれないですね。その発達障害とか精神病統合失調症とかそういうふうに名前を、病気っていうのも時代時代によって名前が変わるんですよ。は、うん、あの流行があるらしいんですよ。うん、昔はヒステリーって言ったのが季節期になって、季節期が統合失調症になって、統合失調症が解離性障害になって、今発達障害っていう流れがあるらしいですね。病名が名前、病気自体は変わらないんだけど病名が変わってるっていう状態があるみたいですね。あの精神分裂病から統合失調症に変わったとか、そういうこと。そう病気っていう定義付けが変わって、それは医者とか国とか権力側が判断して問題のある行動、その生産能力がない人を病気と判定して一箇所に集めて管理するっていう社会ですね。で今物質的には豊かなもんだから問題を見つけて解決したいわけですよ、人間は。でそれで発達障害っていうのがスポットが当たってるんじゃないですかね。そういう昔だったら特徴のある人、面白い人、寅さんみたいな人、亮さんみたいな人だったのが、こいつは病気だっていう扱いを受けるっていう時代なんだと思いますね。以上。なんか日曜の夜8時から聞くようなね内容として、すごくなんか日曜討論みたいな感じになってるね。でもあなたが常日頃言ってることはそういう感じのことです。心の病気とは何ぞやっていうことずっと言ってるじゃん、あなた。へえ。へえなんだ。いや難しくてよく分かってないよ。あなたがずっとこれを関わってきた問題でしょ。この心の病気の人と関わるってことをずっと繰り返してやっててるでしょ。今でもやってるでしょ。あーほらまたおティーン、おあいいね、あやのさん、あやのさんうまいね。ラジオ初参加と思えないツッコミ。キムタクさんが来ました。次はあやのさんの話も聞きたいさ。キムタクさんナイスジョブということで、今のそのマスクマンの話を聞いて、あやまさんのコメントがちょっと聞き逃さなかったんだけど、分かったようで分からないようなみたいな、そんな中なんだけども、今のこの心がこうどん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 子どもたちの方もこう弱くなっていくというふうになってる、この理由、あやまさんなりに何だと思う？心が弱くなっている。子どもたちの。逆に物質的に。うん。豊かになってるから、うん、刺激が情報がたくさん入ってきて、うん、それが何だろう、逆に何だろう、ストレスになってるんじゃないかと思って、有害な情報とかも SNS 上では出回ってるし、あ子供たちが手軽になんかあの売春したりとか、うん、SNS 上で、うん、そういうストレス情報があるのはいいことだけど、うん、いい情報悪い情報と分けてから精査して いかないと、うん、悪い情報だけもらったら、うん、精神的にも、うん、考え方とか行動の面でも、うん、悪影響を及ぼすと思ってます。あ、確かに情報は簡単にね、得られるし、昔だったらほら百科事典ってこんな分厚い、ねうん、のがあったじゃない、うん、図書館に行かないとなかなかね、しかも借りられなくて図書館
閲覧用みたいな形だよね、はい、そうそう、情報をこう自分たちが欲しいって思うものを獲得する時間が短くなって、はい、悩む時間がね少なくなった、我慢したりね、はい、悩むっていうのはね、確かにそこはあるかもね。ちなみに今じゃあ困ってること、そんな情報の中でもそれぞれが皆さん困ってるのって 何を困ってるんですか。夏美さん、なんか困ってることってあります？今一番困ってること。今一番困ってること、うん、今だよ。今ごめん、今困ってる、どういうこと、どういうこと、なんで困ってるの。いや、この質問を振られたことに急に困ってるのは、あ、なるほどね、あ、無茶ぶり。あ、無茶ぶり、あ、無茶ぶりで困ってる。でも、今日、今私喘息のちょっとポスターが出てたので病院に行ってきたんですよ。あ、いいや。昨日からずっと続いてて、もヒヒハハピピピピしてたんですけど、いいや、きついね。そうそれがちょっと困ってるかな。そうかそうか、体のその反応って実はその心のその思いとかね、あの気持ちがこう出てくるって、さっきね、病は気からってあったでしょ。でなんかね、こういうエピソードがあるんだって。この営業のね、お仕事をしているおじちゃんがさ、無理難題な、まあ、要求をこのお客さんからされた時に、これはちょっと飲めないなと、この要求は飲めないなと思ってた、そのストレスを感じた。でその後にご飯が喉を通らなくなる状況が出てきたのよ。これはカウンセリングして紐解いていったら、無理難題な要件を飲めたくないとご飯を飲めないっていうのがリンクしちゃったっていうところだったみたい。だ、その思いがその状況を作るから、夏美さんのそのストレスも何かしらこのヒーヒーハーハーの部分も何かやっぱり暮らしの中で感じた刺激に対しての反応として喘息と呼ばれるような状態で体がこう訴えてるのかな。マスク窓ここ開いてますよ。どこですか、見えません。どこが開いてる、どこが開いてる、ちょっとカメラ切り替えてやったよ。どこが開いてるの。右脇が開いてる、でマスクマンの原因マスクマンが原因だなみたいな、こっちが欲しかったんだけど、ちなみに円グラフで言ったらマスクマンって何パーセントぐらい、そのストレスの喘息の原因。100%。 君は 100% って疑ったね。 100% のうちだったらマスクマンのストレスは、35? まあまあいくね。金浜さんはどうだい。金浜さんのストレスは聞いて、ああ、25? ちょっとっ、まあでもあるね、あるんだね。僕だって4分の1だもん。金浜さんってかなりのヒーラーだと思ったけどね。ヒーラー何で、癒す人。いや、癒す人。夏美さんにとってかなりの癒す人だと思ったけどね。僕には全然癒してくんないけどね。同じエネルギーを。愛をください。解釈の仕方でね、変わってくんのよね。はい、ね、先週かけてくれたその曲、ディアマンティスのさ、沖縄ミアモーレ、はい、あれはどうしてこうかけたいと思ってもそもそも。高校生の時に、第二外国語でスペイン語勉強したんですよ。あらま。その時にスペイン語を覚える時にディアマンテスの曲で覚えてたので、へえ。発音がローマ字読みなんですよ、ほとんど。それで癖になって聞くのがディアマンテスの曲を、今でもスペイン語の勉強続けてるんですけど、たまに。なんとおっしゃいます今。スペイン語の勉強続けてる。怖いな。大丈夫。さっきのね、無茶ぶりをちょっと学習したから。ちゃんとね、振りをね。その愛されたいっていう曲を作りました。無茶ぶり。じゃあ、今マスクマンが言ってきた愛されたいはスペイン語でもわかる？愛されたいっていうのは。アイス？全くアモレとかわからないです。わかんない。じゃあ、綾野さん的にスペイン語でちょっと何か声を出していただいてもいいかな。適当でいいですか。いいですよ。当てます。それ何言ってるか当てますので。はい。メジャーも綾野。ネグスタラムシカ。ジョポデルアブラルエネスパリオルンポコ。うんぽこ？うんぽこって少しって意味なんですよ。あ、なるほど。おそらくそうなんですよ。で、なんちゅうかな。
うん、エンカウンターだ。そうです。じゃあマスクマンで、じゃあ、じゃあマスクマン作曲で日本語でアテント。え？日本語でアテント？違うだろ。おい、何言ってんのお前。アテントの会社に謝れよちゃんと。本当だよ。何言ってんの？これおなじみの。しかも。今曲流してんの？流してんの？私も出演どうだね。私も出演どうだね。いいですいいです。どうぞ。で尿漏れアテントでした。本当にそんなに名前なの？よくないよ。あらまあ、愛されたいだよ。愛されたい、あ、ま、ちょっとね、愛されたいという曲をね言うのちょっと恥ずかしいからさ。まあ、適当につけたけどね。適当につけたけどね。っていうか会話の流れでそういったらいいかなと思って曲名を、そういう曲名にしたんだけどね。ま、顔が真っ赤になって顎が外れてる。顎がこうなんか腐ってる。なんか角が腐ってるね。うん、いや、三角コーナーで確か腐ってるって、ね。それ、うんぽこ？うんぽこ？うんぽこでいいから。
お叫ジャンミンコミ。ガンマっぽい。中国人だ。私の名前は金浜克也です。そういうこと？そうだよ。今中国語みたいだったけど。そうだよ。北京語だよ。北京語だったんだ。すごい。服もそれっぽいですよね。え、服これ？あ、中国っぽい。あ、これ？これがここら辺がってこと？あ、なんかこういう感じが？なんとなく。なんとなく？はい、なんかちょっとそう言われるとこう襟を正したくなるんだけど。襟ないけど。襟さんに襟を正されてるな。ちょっと緊張するね。何で緊張するんだよ。なんでワイフは緊張するんだ。エリさんだけちょっと緊張するね。あ、そうなんだ。私もあの金銭管理の権利擁護していただいてる、すごいあの素敵な権利擁護なんだ。権利擁護なんだ。もう助かってますね。もう付き合った当時あの全然ねあの口座にね貯金もなかったんだけども、今はね少しずつ貯まってます。すごいじゃん。そう。いいでしょ、うん、やっぱ誰かにサポートするわけってすごいいいよね。特にお金ってね、大事ですよ。大事だよね。お金持ったらなんか使いたくなるのよね、どうしてもね、うん、使わないといけないな、使わないといけないな、このお金を誰か必要とされてるんだよな、だからお金は天下の回り物だよな、使っちゃえ、えいって気がついたらね、うんうん、ないのよ、うん、うちの美智子と一緒のパターンだな。そうだな。そうそう、僕はそんな金浜さんに愛を感じるぞ。え、そうなの。ついに思いが通じた感じ。いや、え、婦女子の皆さんお待たせしましたって。お待たせ。違うよ。ドキドキしちゃった。ちょっと中分かっちゃったよ。気持ち悪いな。なんで僕が受けないといけないんだよ今。愛を感じるって言った時に宮を見つめて言われるとすごい冗談でもドキドキするよ。いや、あのそういう性愛的な愛じゃないよ。え？性愛的な愛じゃない。あ、僕はなんかあの、なんだった、あの、え、なんだった、生物？生物。生理学、生物学的な体性的な愛じゃない。体物性愛。体物性愛ではないよ。うん、ではない、うん。人間として愛してるっていう話よ。ま、公開で、公の場で。人間として。いや、これはずっと言ってるんだろう。あ、そうなの。あの、金浜教は大嫌いだけど、人としては好きだよって言ってるんだろう。なんかよくわからないよね。でしょ。不思議な人。不思議な人でしょ、はい、多分病院行ってると思うんですよ、この人。どうしようしようだね。どうしようしようだね。やっぱりそうなんだよな。うん、でもその、だけど振られた。ただね、その病院がね、はい、あの安心できるね、場所であると、そこいいよね、癒されてね。はい、本当に、あのこういったそのスタジオから見えるようなね、景色が当たり前に飛び込んでくる部屋とかさ。目からも栄養が入ってて、はい、で音楽にこのミヤモレがね、沖縄ミヤモレが流れてたりとか、はい、そういう空間だったら心も体も充電されてくるね、時間だと思う、うん、でもそうじゃないっていうのがとっても悲しいね、はい、病院か、うん、それはさっきね、あのマスクマンが触れたような形で、何かしら僕らはこう幸せの価値基準みたいなものをどっかでこう間違ったのかもしれない、うん、大事なところで間違ってたのかもしれない。それに気づいたら、その気づいたことを僕らはちゃんとお裾分けしないといけない。それが今こうやってこう綾乃さんが勇気を持って自分がこう統合失調症ですっていう言葉と、10年間精神科病院に入院してたんだっていうことは本当に人には言いたくもないし、デリケートだし赤裸々になる。でそれ聞いた人は きっとえってなるかもしれないしね。見られるか見られるか言わない方がいいよって言われてるんですよ。うん。ねえ、でもそれをこう言っちゃったね、もうスペインにも届くよ、インターネットだから。そう、はい、だからもうそういう意味でも今日のこの機会は綾乃さんがこうラジオに初出演したで、しかも自分のその内面的なデリケートなことをこう言葉にした歴史的な瞬間、はい、この 3.11 は綾乃さんにとっては革命的な日だから、はい、東海大震災だった。東海大震災、何言ってんの君は。東日本大震災だろ。東日本かな、そうか。もう俺が崩壊してるね。やっぱり病院行ってるでしょ、君。病院行ってるよ、統合失調症だよ。そういう意味ではちょっとやっぱりその僕らがこう感じている世界は自分たちが納得できるような環境にするためにできることをする、はい、今日勇気を持ってラジオに参加してくれた綾乃さんに改めて皆さん拍手で。拍手。やいのやいの。わいのわいの。日曜の夜8時からね、ちょっとそんなね、機会をこう提供できた、すごい綾乃さんさすがだわ。さすがですね。
まあ、そういう意味でもちょっとね、あつみさんも喘息を出しながらも、ね、わしゃわしゃ来てるからちょっとびっくりしたんだけど、喘息もそうさっきまですごかった、さっきあと2分だね、さっき健太さんから休みますってメッセージ来てたから、うん、来てたかおっと思ってびっくりしちゃった、うん、きっとあいなさんが出てからでしょ、あいなさん出てたし、うん、あれだった、嫌われてるんですか、あいなさんが出てたのもあるし、はい、来たかったの。あ、来たかった。そうそう、来たかったの。だから来た。マスクマンは金浜さんに嫌われてるから、ごめんね、話をこしようって。そうだね、うん、まあまあまあ。あでもね、マスクマンはね、僕が困った時にはね、いつもそばにいてくれた。うんうんうん、何かあったら子供食堂にはいないけどな。そうだね。それは君の勝ち切るんだな。そうだな。うん、ということで。あと1分だね。そうだね。はい、あわ言うとります、お時間です。まだ30、まだ、あるのに、そうなんだ、もうちょっとだよ、でも。あ、もうちょっと、はい、じゃあ、ちょっと3月のもう第3週ですよね、今日ね。うんうん、はい、もう、ね、年度の最後ら辺の月なので、来週またね、最後の日曜日でも、また皆さんとお会いすることができればなと思いますので。はい、また来世。はい。あ、最後今日か、あ、今日何曜日だっけ、日曜日、今日何日、日曜日です。まあ、とりあえずわーわー言っておりますけど、わーわー言っております、また来世、また来世、また来世、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 お疲れ様です、はい、お疲れ様です、追加終了しますね、はい、ありがとうございます。